おさむございます。というわけで、あったかい、あーあったかい、お湯沸かしてます。本日非常に寒いので、はい、札幌一番塩ラーメンより安かったラオウさんを2パックほどいただこうかなと思ってます。あの、鍋焼きでいきたいというか、もうこのままいきましょう今日。このうちか、スープがちょっと多いかな、これどうやろう、2パックにしては。大丈夫かな、さすがにちょっと3つは多いからな、なんぼ寒い言うても。よし、もうそろそろなんで、ちょっと液体スープ温めよう。あと1分ほどで4分です。はい、1分短くしてます。さあ溶けるかな、もう溶けたかな。蓋の上で温めますよりはあったかい。熱っ、どっからも切れへんかったよね、確かこいつほんま詐欺やで。あ、切れたわ、切れる、今回は切れましたね。どこからでもではなかったけど、蓋袋こっちは切れるのか。あ、切れない、全然切れへん、騙された。一回焼いたから今回も行こうまで無理だった。よし、 OK。 あ、めちゃくちゃいい匂いしていますね。よし、煮込みとか言いながら全然ないんやけどね。これわかめね、これね、このわかめ、はい、はい、天かす入れちゃおうか。いや、ちょっと残しとこう、何かの時に使うかもしれない。はい、メンマ、チャーシュー、あー、ちょっと贅沢に2つにしよう。そして冷凍のおネギ、よし。そしてもう黒胡椒かけときましょう。あと唐辛子は後から、唐辛子もかけた方が美味しいから、黒胡椒たっぷり。 OK、 できました。あとは砂糖のご飯じゃないけども、炊きたてご飯のレンチン飯と、これこの間いただきましたね、梅ひじき、これでご飯食べたいと思います。それで食いますよ。まぶい、なんかまぶしい、めちゃめちゃライトが。なんでこんなまぶしいの、張り切りすぎ、ライト、ライトが張り切りすぎてました。あ、どうもパテモス協会でございます。本日は寒くてお仕事も暇で、車が車検に持って行かれて、また金を取られます。はい、そういうわけで本日はラオウ2玉と、わ、あれ取ってきてよかった、レンゲ、バッキャローレ、そしてこれ炊きたてご飯ではないのけども、レンチンご飯です。バッキャローレ、レンゲ忘れてるやんけ。これは直接飲むの熱いやろ、どう考えても。スープなかったっけ、どっかにレンゲないか、さすがにレンゲ。ほんでこれいただきました、赤城フーズのやつ、いただきたい思います。これかけたらいいかな。あ、これは切れるわ、ちゃんとな、優秀ですね。わー、レンゲ忘れたけど、いつもレンゲなんて使ってないけどさ、鍋やから、鍋直やから熱いでしょう。これご飯のこともらえるのありがたい。よし、というわけでね、まあもうスープはいけるかな、まあいいや。というわけでいただきます、いただきます。いけるかな、あ、唐辛子大丈夫、一瞬でやったらやけどせえへん。さあ食べよう、ラーメンライスや。あかっ、うん、うまい、
締めらおうとかって言ってるね、鍋のね言ってるレベルやからさ、やっぱ麺しっかりしてんね。うん、うん、うまい。残ってたこのパックご飯いただきます。あ、うん、あ、その梅ひじきか、うまいね。結構ね、あっさりめ。うん、もっとたっぷりかけてもいいかもしれない。おいおい、この米の量はもう一瞬でなくなるやろ。もう二口半分ぐらいなくなった。マジかよ、切ないわ。昨晩のライブ配信で言ったんですけど、ようやく引っ越しの準備が整いました。来週休みの日に引っ越しします。で、夜の晩酌動画に関しましてはもうここで撮ることはなくなるので、今週は、晩酌動画この家では最後やな。昼飯動画はまだ、当面2月の頭、ぐらい、10日前ぐらいまではここ来ないといけないんで、ここで撮りますけど、そこの出窓で撮っていた晩酌動画はいよいよ終わりですね。うん、一応猫も連れてかないしゃあないしな、あいつら。ほんまろくなことせんからな。昨日も洗濯機も入ったんで、洗濯機、冷蔵庫も入って。ドアノブもやっぱり見つかりまして、うん、ドアも全部つけました。あとは水栓も2階と1階を交換してもらって2階にいい水栓がつきました。うん、今日からちょっと部屋の片付けと、でも車帰ってきてないもんな、車検から帰ってきてなかったらあんま荷物も運べへんし、台車で行くのもあんま嫌やしな。まあ掃除だけしに行こうかな、散歩がてら歩いて。またいや寒いな、だけど今日5.1 サラウンドにもなったしな。スピーカーつけるの大変やったけど、天井高いから。
全てが順調にいっております、うん、で外構工事外の工事も打ち合わせ機能をやりまして、うん、そのうち入ると思います。まあ心配なのはお金が尽きるかどうかですね。尽きそうな気もするな。だって見積もりとか俺もらってないからさもうそのまま始まっていってっからどんどん。まあ、あと残り予算は言っといたけどね、うん、言ってはあるけど、まあ最悪友達んとこに俺がローンで払っていけばいいよ、うん、返していこう。ちょっと一瞬借りといて。まあまだね、でもね、一応新車、ちょっといい車新車1台分ぐらいは余裕あるんで、そこまで終わってくれたらいいんやけど、まあそれにしても貯めとった金が一瞬でなくなったの。また頑張って働こう。もう暑くないわ。ソフビもね、歯止めがきが買ってますんで、遊びを節約しないといけないわ。帯は売れば高くて売れますんで、よしとしときましょう、うん、はい、というわけでパテモソ協会本日は、ラオウ豚骨醤油ラーメン2袋と、レンチンご飯をいただきました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。というわけで皆様、週の中日ご苦労様でございます。私も本日より頑張り、ちょっとずつ荷物を運び、来週月曜日の私の誕生日には私、俺が俺に誕生日プレゼント、新居での生活が待っております。というわけで皆様ありがとうございました。ほな。